心、最後はフォークですか。素晴らしい球が、ね、来ましたね。腕の振りはまっすぐと全く同じなんですけどね、素晴らしい落ちでしたね。粘ったんですが最後9球目も続けていた平良からね、サヨナラツーベースを打ったという高橋。鈍い音、ピッチャー前、ランナーはこれでは動けません。サイドからボールを送っています平良。ツーアウトランナーが二塁。うまい判断しましたね、しっかりあのランナー高めライトに上がって岸、スリーアウトです。踏ん張った平良、試合のホームラン打たれていません。カットボール打って、もう取って二塁に送球した。一塁転送、一番アウト。あっと、こんなダブルプレー。平良、あの体勢から二塁へ送球。野手としても抜群の反応を見せました。送球見せました平良。素晴らしい身のこなしを見せました。そして詰まらせたポランコ、セカンドゴロ。皆さんちょっと探していただきたいと思います。三振です。高めのボール球。スライダー打ち上げています。浅いセンターフライです。回りました。平良、これで3アウト。三振でした。歩きかけましたがここは三振取ってもらいました平良です。前に出てきて使います。あっさりとツーアウト。トヨタ頭に入れなければいけないとなると、そうですよね、いやそのボール打ってきましたけれども、セカンドゴロ。落ちる球打ち上げた。取ります。吉田正尚との満塁の場面でサードファルフライ。ツーツーからもう一球スライダー、空振り三振。ワンアウト満塁というピンチで吉田正尚、そして杉本を抑えました。8回の表1点で切り抜けました。ライオンズ投手陣4対2、ライオンズのリードは2点に変わっています。打席に戻りました。高めのストレート、157キロ。少し胸も足を気にしながら戻りますけれども、いやでも詰まらせました。源田がさばいてツーアウトです。少し不規則な回転の打球にもなりましたけれども、源田が落ち着いてさばいています。セカンドゴロに仕留めてスリーアウトです。合わせたがショート、ここには源田がいました。高部バントが空振り。西川遅れずワンアウトです。結局最後空振りでした。ファーストだった一塁アウト。そして一塁ランナー挟みます。タッチはどうか、アウトです。タッチは1本欲しいですよね。セカンドです。その岡島今日3打席ですね。戻してきました。代打鈴木大地三振でツーアウトです。真ん中から落としてきました、はい、まっすぐ見逃し三振151キロ。このストレート武藤手が出ませんで